アイテム番号 SCP-648-JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-648-JP の個体は生物サイト81にある昆虫飼育施設の一室に収容されています。SCP-648-JP も異議陽性を発現させる可能性があるので、収容室に入室する際には援軍動を行う物品を持ち込まないでください。未収容の SCP-648-JP については機動部隊無、4、虫捕り少年、によって捜索、回収が行われます。また、SCP-648-JP の異議陽性によって事故などが引き起こされた場合は当事者の記憶処理と事件に合わせたカバーストーリーの適用が行われます。説明。SCP-648-JP は異議陽な性質を持つトンボの一種です。DNA 解析の結果により明らかね、学名、ヒムペトルムフレカンス、の機械演種であることが判明しています。色や体調、生息地等が明らかねとほぼ同一のため、目視で2種を判別するのは非常に困難です。SCP-648-JP の異議陽性は SCP-648-JP の成虫個体、以下、個体、と称する。が連続する援軍動を認識した場合に発動します。SCP-648-JP 個体が援軍動を認識するとその周囲にいる人は回転性のめまいを発症します。このめまいは三半規管の異議陽による一過性のものであり、時間経過によって症状は緩和、消失します。効果は個体を中心としたおよそ直径5、15メートルの球形の範囲に及び、その強度は個体からの距離が近いほどに強いものとなります。めまいによる視界の回転方向は SCP-648-JP 個体が認識した援軍動の方向と同一です。このめまいに加え、SCP-648-JP 個体が異議陽性を発現させているときにその周囲約80センチメートル以内にいる人は、個体に最も近い体の部位を起点として全身が援軍動の方向にねじれ始めます。この変化はめまいとは異なり一度始まると対象が始動するまで止めることができません。対象は最終的に血管や筋肉の断裂、骨折、臓器破裂等によって死に至ります。個体が一度援軍動を認識してから20、30秒間はこれらの効果の及ぶ範囲が個体の周囲に存在します。個体に接近する際には異議陽性が発現しているか十分に注意してください。なお、SCP-648-JP の幼虫にこの異議陽性は現れません。SCP-648-JP は197年目の8月日、県で複数の車両が突然制御を失い公園に突っ込むという大規模な交通事故が発生した際に発見されました。現地に滞在していたエージェントによる調査により、事故の生存者が総じて、突然激しいめまいがした。視界が回転し運転どころではなかった、ひとしと供述したことや不自然なまでにねじれた複数の死体が存在していたことが判明し、何らかのオブジェクトによる効果が疑われました。事故の被害者や目撃者には記憶処理を施し、カバーストーリー、真昼の飲酒運転が適用されましたが、その後の追加調査により事故の当事者だけではなく現場周辺の住民も事故の前後に同様のめまいを訴えていたことが判明しました。これを受け効果の確認された一帯の中心にあたる公園及びその周囲を捜索した際に、偶然公園内の SCP-648-JP 個体が異議陽性を発現させたことで確保、収容に至りました。公園内の河岸には風車が多数あり、回転する風車を SCP-648-JP 個体が認識したことでその異議陽性が発現したと考えられています。ホイ1、SCP-648-JP 発見後に継続的に行われた個体数調査により、気候変化、開発などの環境破壊、アキアカネとの餌の競合、光学による形質の消失といった要因によって異議陽性を持つ個体数が減少していることが判明しました。このため SCP-648-JP の異議陽性が原因と思われる事故は年々減少傾向にあります。